本日サーチ&リカバリーの学科講習中です。だいたい移動した範囲は探せるのかなっていう感じはしますね。一時期は過酷的なところはどうですか？過酷的なところは上に上がった時に大体の地点を分かってから、コンパスですね。っていうのは難しいな。どういうこと？あのその今来たルートの、一番左側の地点なんで、道は左側の地点、でそこをコンパスでどれくらいの近角度かって形態をして、その範囲からで言えば直角で行きます。ただ透明度が5とはいいですよ。だから8メーターぐらいとかって言うとちょっとここ見えないかもしれないね。そうするとどうでしょうかね。45とかで気打ちしちゃって、どうしても、なるほどね。はい、じゃあ今度はパラレルとして、答えていただいた方しましょう。じゃあまずパラレルのこのテンダーですね、テンダーをどこに配置